皆さんお疲れ様です。こんばんは、フリーライターの中田純です、九州電力の皆さんはもう帰っちゃったのかな。電気新聞はまだ働いてますよね。お疲れ様です。今日はまあね、先月の3月5日に合衆国濃縮会社ユーゼックが破産したんですよ。九州大学の皆さん、もう売ってくれないんですよ。ちょうど同じ日3月5日、オバマ大統領は、木質燃料の、建設を凍結しました。同じ日ですよ。もうね、原子力お前はもう死んでおる。九州電力あんた方ももう死んでおる。今日はアフリカの話をしましょう。あのね、九州電力あの、ナミビアから密輸してたっていう事実を皆さんご存知ですか？密輸なんですよ、ウランの。で、あのこれはね、南アフリカ、アパルトヘイト時代の南アフリカが資源を強奪するためにナミビアに、兵を進めた。まさにね、第一次湾岸戦争みたいな感じですよ。で、資源を求めて、兵を進めた。で、その時にアパルトヘイトが大問題になっていきます、その後。で、経済制裁っていうのが起こるんですね。一切の南アフリカなんか一切輸入しないって言ってたのに、九州電力さん、70年代から80年代ナミビアから輸入してただろ、まずそれを反省しろ。誰も捕まってない。おかしいじゃない。で、このアパルトヘイト分かるでしょ。犯罪じゃん。あの白人がね、黒人を10分の1から50分の1の、奴隷労働でウランを掘らしてたんだよ。原子力っていうのはね、こういう奴隷労働、そして軍隊、そして資源略奪がないと絶対成り立たないんですよ。だからあんたらもう今ね、ナミビアのウラン鉱山今ね、操業停止ですよ。なぜならウラン価格が 45% も下がって、掘ったら掘っただけ損になるからです。で、隣のニジェール、ね、ここでは去年5月に、自爆テロ事件が起きてね、それからずっと操業停止なんですよ。で、ここはアレバが持ってたところなんだよね。で、アレバも同じでしょう、植民地支配、軍隊と一緒にアレバ社がニジェールというところに攻め込んでいって、そこでウランの略奪、そして一銭もニジェールの人たちには一銭の採掘料も払わないで、現地の人たちを白人の10分の1、50分の1でこき使ってきたんですよ。だからテロ事件は許せませんが、理由があるだろう。この原子力の差別と奴隷労働の上、もうこれは絶対に許せないこと。でもね、もう奴隷労働はできないんだよ。アパルトヘイトが亡くなったのはいつだ。89年。これが言えなかった。だから80年代で終わってるんですよ。はっきり言ってね、アフリカの、その後ね、ウラン、価格がね、いろいろ操作されたりして、なんとなく持ってきたけど、今ウラン1ポンド35ドルではもう鉱山は動きません。アメリカがいっぱいウランが埋まってるの。でもね、なんで掘れないかって言ったら、1ポンド80ドルしないと掘れないからですよ。一応アメリカ民主主義国家言っておきましょう。やっぱり奴隷労働はできないでしょ。カナダ無理、ね、カナダのカメコのね、株価が、半分以下ですよ今。 3.11 で我々がここで再稼働反対って言ってたからですよ。もう倒産するだけど、もう掘れないんだもん、カメコね。で、さっきテロ事件が起きたアレバ社調べたらね、 3.11 前の最高値の5分の1ですよ、最安値がね。もうね、フランス政府の援助がなかったらとっくの昔であれば潰れてます。そして当然ユーゼックの株価は今紙くずなんだよ。もうやめろ、原子力はもう死んでる。すでに死んでるんですよ。黄昏とかって話じゃない。
原子力の黄昏とかね言うけど違いますよ、もう終わってます、完全に。だからいや再稼働しようっていう方が世界の常識から見たらおかしいでしょ。そうだよ、オバマさん大笑いしてますよ、インド人だって大笑いしてますよ、ね、電気新聞さんちゃんと書けよ、仙台原発にはコアキャッチャーも何もついてない、メルトスルー対策ゼロ、電気新聞本当のこと書けよ、コアキャッチャーみんなしてください。まあ今日はコアキャッチャーの説明しません、私の、ブログを見てくださいっていうことですからね、メルマガ買えっていうのはちょっとあれでもね。ということで、さよなら原子力は、我々の声は無駄ではない、再稼働反対、再稼働反対、ありがとうございました。